そ、これ以上巨人を町に侵入させてたまるか。やるよ。この時のために訓練してきたんだ。成果を見せてやる。奴を討伐するぞ。立体軌道で背後に回ってうなじを削ぐんだ。まず手足を落として動きを止めた方がいいな。片付けよう。あっ、アンカーを刺してても長くは持たねえぞ。せっ、下げ、はっ、やっ、たぶん。やつの手足を落としてから確実に仕留めるんだ。うなじを狙え。さっ、やっ、さっ、こんなもんか。やった、訓練通りやれば十分巨人と戦えるぞ。薬を使って手当てしよう。相手は巨人なんだぞ、気をつけろよ。よっと、次から次へと入ってきやがって、一匹残らず駆逐してやる。大丈夫か。こっからは俺も戦うからな。私も行きますよ。きっとみんなで戦えばなんとかなります。そうだ、やるよ。俺たちで巨人の注意を引く。その隙にお前がうなじを狙え。俺たちでもなんとかなった。勝てる。人類は巨人に勝てるんだ。
これ以上は限界だ。もっと巨人が来たら全滅しちまうぞ。あなたも大丈夫ですか？無理しないで撤退しましょう。いや、まだもう一匹いる。なんだ、目標壁外正面超大型巨人。マジかよ、これはチャンスだ。壁を壊せるのはあいつだけだ。あいつさえ仕留めれば。危なかったら一旦距離を取ろうぜ。よっと、よし、みんなでエレンを助けに行くぞ。待ってください、巨人が近づいてきます。よっと、あの巨人さっきのより強そうだぞ。様子を見て一気に背後に回るんだ。立体機動で一気に背後を取っちまえ。いい動きだったぜ。本物の巨人相手にお前すごいな。なんとか討伐できた。見ろ、エレンのやつ一人で超大型巨人と戦ってるぞ。